願いします。今日は娘さん、その紹介をね、はい、おなっぺの方ちょっとお願いします。私が調べてきました。昨日ね、ルイルイとチーネにね、LINE してね、成長して元気娘はどこがアピールすればいい、あ、じゃあ後で LINE するね。ダメ。そしたら、調子元気娘は元気、そして調子愛がめっちゃ深い、この一つを特に売りにしてるよって本人たちが言ってました。それは感じる人いっぱいいる。いいですね。私たちも地元大好きだから同じだね。それで、調子元気娘さんは東日本大震災の観光客をね、調子に、ね、取り戻すためにという企画で、徹夜だった結成されたね、はい、そう、なるほどと思いました。でもね、調子のために皆さんのこの笑顔のためにすごい頑張ってる、楽しさも伝わるし、私たちよく共演させてもらうんですけど、大好きなんで、ぜひ皆さん盛り上げていきましょう。そしてごめんなさい、やっとでも1年前だよね。そうです、皆さん1年見てください。ちょうど1年前、このガールズ大集合 J-POP2014 っていうのがありまして、はい、そこに調子元気娘さんを お呼び出してね、はい、その日に初めてお会いしたんですよ。なんかそんな気がしないんだよ。すごい最初から仲良くなっちゃってね。大好きな調子元気娘さんなんですけど、はい、なんとラストで、明日ラストステージになってしまいます。ねえ、わかるわかる、私も嫌だけど、でも最後まで全力でみんな盛り上げるということなので、皆さんぜひ一緒に盛り上げてください。お願いします。はい、じゃあ次はですね、調子元気娘さんになります。お時間までもう少々お待ちください。お楽しみに。
んですけど、これ、あるのかな。じゃあね、今日はね、この茂原、アスモにお呼びいただき、本当にありがとうございます。Thank you.
もういいや、まあいいや。じゃあちょっとつけたんですけど。ちょっとね頑張りました。最初はね詳細から入るっていうメドレーだったんで、まあねこんな疲れないかなって思ったんですけど、ちょっと最後入れたね。まあ、自分たちが考えたんですけどね。最後入れたね。じゃあ本当は詳細をやりたいっていうけど、やっぱ盛り上がるとこもやりたいよねっていう、そういう願いのメドレーを、はい、ちょっと詳細頑張りました。2個持ってたからね。すいません。ということで、なんかどうしよう。最後、そうですね、まあ、もう一回言うんですけど、私たちの卒業ライブが明日銚子イオンシネマにてありますので、皆さん入場無料ですので、よかったら来てくれると嬉しいです。お願いします。先は夢に見た
しようか。締め行ってきなよ。また調子いいね。じゃあ皆さん耳の上で2個グー作ってください。